雑やな、今日も喋りたすぎて雑なってる。今日雑やって、ワールドカップやからね。ほんでワールドカップで。ね、それでね、じゃあついでにワールドカップ皆さん見張ると思いますし、うん、今もちろんもう知ってるやつからしたら、うん、うるさいな、俺と。知っとるからもうええっちゅうねんって感じかもしれないですけど、うん、実はサッカーって交代できるんですよ。何を？スパイクを？選手をね。あ、選手をね。うん。選手交代ができるんですけど、交代してしまったらもう二度と戻ってこれないんですけど。あれすごいルールよね。まあそうやね。うん。まあ戻れるスポーツもあるしね。考えられない。うん。で、しかも交代する選手も決まってて、うん、今回のワールドカップは3人なんですね。うん。3人交代ですけど、まあ皆さん見ていてもらったら分かるんですけど、うん、まあ2人までしか変えないですわ。なるほどね。何か言ったら試合の最後の方で急にキーパーが手痛いとか言い出したら、変えないとダメですからね。そういう意味では3人交代、でもそれは大会によるんです。何人まで変えれるかっていうのは。あ、そうなんや。うん。で、俺その高校生サッカー何人まで変えれるか知らへんくて、あーパーって見に行ったら、ワクワクしっぱなしなんや。ワン、ツーでも変えてしまったわけよ。で、うわ、ちょっと待って。ワールドカップのルールやったらあと一人しか変えられへんやんと思いながら、でまたこうやって双眼鏡見てたらまた違うスパイクの子がニコニコしながらジェッケン抜いてるわけよ。よだれてた。ジェッケン抜いてるわけね。ゼってよ。ゼって。よ。ジェッケン。抜いてるわけですよ。ゼってよ言わんの。ほんで。で。3人目変わってもたわけよ。ほう。え、それは白に青のラインじゃない子、ない子が、うん、でうわーってなって、うん、もう交代ないんちゃうんと、うんうん、監督めっちゃ早いタイミングで3つ使い切ったでってなって、うん、うわと思ったらそのベンチの横でアップしてる選手が、うん、まだアップしてる、まだアップしてるわけよ、うん、とあ、これも交代枠使い切ってアップしてたらもうそれもはやアホやからそれはないやろと思って、うん、ちょっと友達にまだあるっぽいなって、うん、でもよもう次で終わりかもしれん、うん、で、またこう双眼鏡見てたら、まだ呼ばれて。おー、来た。また変わって。うん。全然ちゃう子やねん。ああ、そうなんや。で、その俺の見に行ってた子はフォワードのポジションなんやけど、うん、もうミッドフィルダーっていう真ん中のポジションばっか変わっていくわけね。全国掲示板に出るんだけど、はんはん誰が変わりましたね。じゃあ違うってなって。で、もう残り最後の時間0秒になってから、また選手交代になって。そのロスタイム的な。ロスタイム的な。もう残り1、2分のところで。ロスタイム。うん、ロスタイム。アディショナルタイムみたいなね。うんなってから、あ、もう最後の最後、もうラストワンプレーにかけたなと思って、うん、まだ違う子出てきて。うわ。結局出てこんかったね。嘘や。その子。切ないな。しかも、負けた。え ?1-0 で。マジで?フォワードやから1点も決めへんのに、そのフォワード。うん。変えへんかった。今出てる、変えへんかった。俺その感動ちょっとどうなってんのっていうね。うちの子出せよと。おいよ、ほんまに。もう俺ももうね、太鼓叩いて、うちの子出せって言いそうになって、まあうちの子ちゃうけど。うん。なったぐらいね、うん、もうちょっと。で、何があれって、ま、日本代表やったら学年とかないですけど、うん、そうやな。あの、まあ、高校生なんで1年生、2年生、3年生ってあるわけですよ。ので、その子は3年生で、まだ引退じゃないんです。あ、あんねや。あの、選手権っていうのが冬にあるんで、うん、もう一個あるんだけど、その、ベンチに入った3年生のうちで、この決勝に出れてないのがそれだけなの。それは、下手っぴなの?いや、ベンチにすら入れてない3年生。あ、A チーム、B チーム、C チームまであるから、はんはん、その中の A に入ることだけでも大変なんやね。大変なんやけども、強いチーム。そうん、その中で3人、3年生で交代ですら出なかったのがそいつだけやったらしくて、まあ、それはまたそれで悔しいわな。だってそうするってことは、うん、まあ、言ったら記念で出させる先生もおるやんか、うんうんうん、最後やから、うんうん。それもせんってことは勝ちに行ってるわけやんか。で、フォワード全然そういういい動きできてなかったなら、ぜひとも変えてほしかったね。いやーっていうね、ちょっと俺としてはもうね、終わってからね、そこのお母さんと話しながら、あ、話したい、話して悔しいですねと言いながら、でもやっぱりね、悔しさが人を伸ばすから、まあね、ぜひね、彼もそこの悔しさを ね、 そうやね、より大きいね力に変えてほしいなって思ったわけですよ。うん、まあ、そんな1週間をね、実は過ごしてて、ワールドカップに入る前、うんうん、ちょっとそういうところでちょっとね刺激受けてから、しかも高校生の3年間でほんまに結構凝縮されとって、その悔しさって結構なもんやったりするもんね。あ、どういうことかな。出れなかった悔しさとか、卒業してからも残るっていう、後引くみたいな。後引くんじゃなくて、うん、そのインターハイにかける思いとかって、そのまあ変な話、プロとか行ってしまうと、その怪我とかでの、うんうん、とかなんかいろんなタイミングで辞めるっていう時期がいつか来るけど、3年間ってもうほんまに決まってしまってる中でのインターハイやったりとかっていうと、うん、すごい濃厚やから、うんうん、その中で出れないとかってすごい悔しい。悔しいだろうね。うん、からこそね、その冬にかけて、うん、そうなんだよね。
ごぼう抜きするかもしれんもんね、今回スタメンやった頃。その後 YouTube で、その全試合、準決勝でごぼう抜きして点決めた映像、俺にいっぱいそいつ見せてくれた。かわいい。こんなんとかできるんですみたいな。めっちゃかわいい、自分のプレイ。めっちゃかわいい。いやもうぜひとも冬で、そういうプレーが残りのフォワードにはなかったのこの決勝。あでそういうプレーが得意なんかそいつやって、言うたらこう抜いていったりとか、この攻撃的な、まさに必要やったね、まあ、言うたら大久保やなって言ってたんやけどね、二人で、うん、二人でお前は大久保やなと。俺は大久保、もう前に行く。いやぜひとも冬うちも見たいなやろ、うん、行く行く行く。まあ怖いんかトーナメント戦やから、次勝ったら行くな言うたら、それまでのたれ死んでる可能性。それで今回も俺決勝まで行ったら見に行くわ言うて、うん、決勝まで行ったから、うわーっていうね。いやなんか切ない気持ちで、今日は切ない気持ちで幕を下りますけども、まあ、でもやっぱワールドカップで戦われてるプロの方も、うん、まあ、多分いろんなもん背負ってるでしょうしね。そう、足ちぎれる2歩手前ぐらいの人も多分いると思いますから ね、うん、まあそこら辺 ね、今回はあれかな、深夜じゃなくて早起きなんかな、基本的に。そうですね、早すぎる時もありますね。あーなるほど。でもこの機会に皆さんちょっと早起きやっていきましょうよ。早起きは3億の得って言ってね、うん、昔相川翔さんが言ってましたからね。相川翔さんが本出してたぐらいなんで、出してたぐらいやからね。はい、はい、まあ、このジブラ戦は9時10時ぐらいですね。9時10時やね、うん、ちょっとそれ気合い入れてね。その次はギリシャ戦になるの、うん、そうそうそう、20日の金曜、どんどん時間早なっていくから20日の金曜も。でもあれか、うん、結構先やね、うん、なるほど、はい、ということで皆さん早起きを頑張りましょうということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。